さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。おなじみの村井輝の火曜レッスンとなります。今日ご紹介するのは松尾由志さんの新曲赤羽ノスタルジー、ね、最近ちょっとね、ハイカラな歌が変わってきますけれどもね、発売日が4月の3日発売になっておりますんで、それもちょっと時間がございますんで、もうすでにもう練習している方もいるかもしれませんけどね、回転数が125回転になっております。全体に通話形式になっておりますんで、テンポに乗り遅れないようにしてくださればよろしいかと思います。じゃあそれではワンコーラスまずお試しに原曲聴いて歌ってみます。よろしくお願いします。淡々となりますからね。ではそれでは出だし心配しないで、シンパ、同じシボンプでもパのとこが不点がございますんで、ちょっと一拍開ける感じで、心配しないでしないでですね。心配しないで一拍しあわせよ、しあわせよ。3番ここはちょっと話した唇かさつ、がちょっとやっぱり一拍開ける。話した唇、話したした唇か、かさつ引っ張る。かさついて、かさつ。ここまでじゃあちょっとやってみましょう。よろしいでしょうか。
記念。ふるえててて、ふるえててて、4拍ね。じゃあグラスからいきましょう。はい、グラスを持つでも軽いわけで歌った方がいいと思います。重くならないようにね。じゃあそれでは頭からもう一回歌いましょう。通販の繰り返しのとこですね。土砂降りの日の、土砂降りの日の、うん、あの日傘の中、あの日傘の中。じゃあ頭から、はい、ちょっと引っ張るから。抱きしめたかった、抱きしめたかったね。じゃあ行くのかな。はい、行くの後抱きしめたかった。ここからちょっと歯切りよく、遅すぎた、遅すぎた。
今じゃ後悔から行きましょう。今じゃ後悔ばかりさ、まだ愛してる、ごめんごめんよ今さら。じゃあそれではワンバース一度通してまいりましょう。Okay.
つものこう演歌と違ってテンポの速い曲になりましたけれどもね、まあ要するに、しっかり、哀愁感たっぷりと、歌ってくださればよろしいかと思います。今日は簡単でございましたけど、松尾雄一さんの赤羽のスタラチ、4月3日発売になりますけどね、この歌を簡単にレッスンいたしました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。